2025年2月から中国を会場に開催されるサッカー U20 アジアカップ。今年9月の今大会予選をトップ通過していた船越雄三監督率いる U19 日本代表は11月7日の組み合わせ抽選の結果、韓国、シリア、タイとの対戦が決まると相手協会からすぐさま反応が寄せられています。今大会において直近2大会はベスト4、そして3大会前は優勝と好成績を残している U19 日本代表。現在のチームも9月の予選において初戦のトルクメニスタン、2戦目のミャンマーを下し、ホームのキルギスには1対1のドローとなりながらもグループ I をトップ通過していました。来年2月からの本大会を前に7日に開催国中国で行われた組み合わせ抽選、優勝候補の一角とされる日本はホーム中国と並びポット1にシードされており、 AFC 公式 YouTube にてライブ配信されていたこの抽選会はアジアの多くの方々が視聴し注目を集めていました。この抽選会の結果、優勝1回、準優勝6回の日本は12回の最多優勝を誇る韓国、日本同様1度の優勝を経験しているシリア、そして日本を上回る2度の優勝となっているタイと同グループとなると、 AFC や対戦相手のサッカー協会からすぐさま公式サイトや SNS を通じ反応が。抽選会の様子を報じていた AFC からは公式 SNS でU20 アジアカップ中国2025はこの16チームを手招きしている、あなたにとって最も競争力のあるグループはと抽選結果の画像を投稿すると、公式サイトでも抽選結果はスリリングな展開が待っていたとの見出しで、グループ D をリードするのは2016年大会のチャンピオンである日本だが、12度の優勝を誇る大韓民国、1994年大会優勝のシリア、1962年、69年と2度優勝のタイも準々決勝進出を狙っていると日本が入るグループ D のこれまでの戦歴を紹介し期待を寄せていました。そしてアジア覇者としての栄光だけでなく、チリで開催される U20 ワールドカップのチケット4枚がかかるこの大会の重要な抽選結果を知った対戦協会からもすぐさま反応が。一番冷静だったのがタイで、我々は日本、韓国、シリアと最終ラウンドに臨むと報じると、シリアからも過去の戦歴を記述した上で、これはキルギスやイエメンなどのいくつかの代表チームにとって初優勝の可能性のある大会なのだと未知の要素を多分に含んだ大会であることを報じ、自身らのチームの活躍を期待する記事が投稿されていました。そして一番過激な報じ方をしていたのが韓国、通算12回の覇者であること、予選をトップで通過したことなどを報じた上で、韓国は2016年大会優勝チームで宿敵の日本と対することとなったとして、イッチャンウォン監督が率いるチームにエールを送っていたのです。そんな注目集まるこのアジアカップグループステージは来年2月12日からスタートすることとなっており、日本としてはまずはグループ突破、そして3月1日の決勝戦進出を目指し歩みを進めていくこととなります。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。え、韓国が第2ポットだったの？それでも日本のグループ首位は変わらないだろうな。グループ分けが決まったね。意外にこの組み合わせだったらシリアがくせ者となりそうな気がする。正直
仕組まれてるんじゃないかと思えるくらい日本にとってきつい組み合わせ。韓国とグループステージで当たる分には大丈夫だと信じている。相手さんの強さ弱さに関わらずだが、個人的には結構楽なグループに入らせてもらったと思ってる。これは首位通過は固いでしょう。心配は怪我くらいなもんかな。日本ってどの年代でも毎度日程きついグループ D に行くことが多い気がするよね。今回は日本のいるグループ D よりもグループ C のウズベク、イラン、インドネシアの方が死の組感が出てる。中国開催となったことで韓国がポット2に弾き出されたとはいえ、結構均等に分かれたね。過去の戦歴は置いておいて勝負に挑んでほしい。中国が開催国で日本と同じ組にならないのは個人的には精神的に良かったと思ってる。アジアカップで早々に日韓戦があるのか。どちらもグループ首位通過だけに緊張感のある試合になりそうだ。このメンバーは9月の予選以降は11月にメキシコ遠征があるんだな。メキシコとベネズエラ相手に快勝していい弾みになってくれればいいな。日本のグループ突破を疑いはしないが、未知の要素が多い年代でもあるから気を引き締めてほしい。足元救われないよう警戒はしてほしいが、これまでのユース世代戦績から見たら大韓国はそれほど脅威ではないと思う。この世代で強いとされる韓国とは決勝トーナメントで当たるよりはグループステージで当たった方がいい。そう思えばいい組み分けだったわ。個人的には韓国と同じグループは歓迎。船越監督、優勝目指して頑張ってください。これは今後のチリワールドカップだけじゃなく五輪世代にも関わる大事な試合。どこかで放送してくれるのかな。とりあえずグループ突破は当然として、ウズベキスタンかイランと当たる準々決勝が一番大事。海外組を含めたベストメンバーで臨んでほしい。